はい、こんにちは。2020年6月15日、連続講座生物遺伝子ウイルス免疫医療、感染症対策の理解のために第27回を入れたいと思いますで。本日は免疫に入っていきます。で私は講師とおっしゃいます予備校講師で船橋市議の朝倉と申します。船橋市議としての新型コロナ対応関係の発信は、先のみきある公式サイトに載せてありますので、どうぞご覧ください。で免疫、この1週間でやっていくんですが、本日、総論をやりまして、 火、水、木と自然免疫、耐性免疫、細胞性免疫でありまして、金曜日は新型コロナにとって非常に重要なサイトカインストームのことをやります。で本講座自身をこの6月19日にあの全体をあの終わりたいというふうに思っております。さて、この講座は5月13日から6月15日の予定で進んでおります。さて、えっと 今日は免疫の話なんですが、免疫にとって重要な血液成分について、えー、学んでいきたいと思います。で血液の、えー、成分を見る上で、外、まあ、数計算なんですけど、体重 50kg の人にすると、大、ま、体、あいいあのー、体重の13分の1が血液ですので、4kg ということになります。4kg のうち、 あのー、約半分が血球という細胞成分ですね。で、よく半分が、あのちょっと、えー、こっちの方が多いんですが、あのー、2kg 強が、えー、血小という液体成分になります。で、えー、血球という細胞成分のうち、最多のものが赤血球ですね、酸素運搬の役割をするものです。そして、血小板という血液、けがをしたときに血が固まる役割をするものがありまして、で、えっ、ー、とー、その 第3番目にあるのがその白血球ですね。この白血球グループというのが今日の主役で、あの食作用とか免疫に関係するものです。で、大体数なんですけど、1ミリかける ×1 ミリかける ×1 ミリのサイコロの中に、赤血球は500万個もあるんですね。で、その時血あの、血小板が25万ありまして、白血球グループは最も少ない、最も少ないと言っても6000ぐらいあります。 で、えー、最も大きな特徴が、赤血球とか血小板は血液凝固と、えーまあ、酸素運搬と血液凝固という目的に特化していましても、核という遺伝子を持ったものは必要ないので、形成過程で核を捨てるんですね。とから白血球は非常に複雑な、えー、と免疫ということに関わることもありまして、核をきちんと残してます、遺伝子をきちんと残しているというのが特徴で、その核があるがゆえに最も大きいですね、他のものが核を捨てて小型化しているのに対して、 白血球グループはあの、まあ、普通の細胞の大きさなんですがあの核を残していて15マイクロメートぐらいの大きさになっておりますさてえついでに血小液体成分の方を見ていきますと、まあ、水が主成分なんですがあのその、えー、水に溶け込んで、えーまあえー、浮遊しているタンパク質の中にアルブミングロブリン血液凝固因子という3大、えー、タンパクがあるんですがあのこのグロブリンというのが、えー、免疫で出てくる抗体に 関係すする、えー、成分という,ふうになりますさて、えー、本日は総論ですので、まあ、大体登場人物のことをご,ご説明しておきたいんですが、えー、骨髄というのがあります。骨髄というのは、あのー、骨の中にあるその空洞のところですね、鳥、えっとまあの唐の揚げ,揚げ、ね、骨付きの鳥ですねで、なんかを食べたときに、 あの骨を噛みく、まあ、その例えば骨を割っ 見てみると、中が空洞状になってて、まあ、血の色、まあ、赤血球を作っているところでもありますので若干赤色をしていますでで。そこのところの空洞のところというか空洞を取り囲む柔らかい組織です、ね。骨自身は硬いですけどその骨の内部にあります柔らかい組織のところで血球は作られています。 あの作られれれててていくんですすねそそししれぞれの役割に分化していきま一つがさっき言った赤血球グループそして巨角球になったやつがあの血小板という血液凝固グループになりましてその他が全て白血球グループなんですねここからここまで白血球グループですで実は白血球というのは消去法で名づけられた言葉でありまして赤くもないとそして血小板みたいに小さくもないと角、えー、があって白いものということでホワイトブラッドセル あの白血球と名付けたんですただ白血球グループの中にも、えー、特徴がありましてこれは、えー、第2回第3回第4回の講座で、あのーまあ、詳しくやっていきますが好、まあ、中球を代表とする、えー、ものが何でもこう、えー、食べる、えーまあ、あの入ってきたものを何でも食べる性質があるんですねで一方このリンパ球グループ、えー、は、まあ、リンパ節血液の中にも 多いんですけどリンパ節というリンパ液の中にも比較的多,い多く存在するのでリンパ球という名,名前も付いているんですだからリンパ球というのは実は広い意味で白血球グループの一種でありまして、えー、とその、えー、中でリンパ球にいる比率が高いものでリンパ,リンパ球と言っているんですがこれが免疫という、えー、この相手を見分けた上であで、のー、攻撃をするという特徴に関わっています。 でこの真ん中にあるマクロファージと樹状細胞とはその間を取り持っている役割をしているんですね。まあえー、鈍色作用もしながら、えー、同時に免疫の情報を提示するという間の取り持ち役です。で、まあ、抗酸球抗塩球というのは実は、えっと、これ、生前の由来が中性の色素でよく染まるから抗中球。 えー、抗酸球。これ塩基性の色素で染まるから抗塩基球っていうんですが、まあ、詳しく言うとここら辺も活躍してるんですが、大体その抗中球グループを、えー、代表として理解しておけば大丈夫ですので、はい、あのー、ということですね、えー。これが食作用、こっちが免疫。でこれ、これが間を取り持ってるということです。また、えー、格論の時に詳しくやっていきます。さて、で、本日は、 免疫の全体の流れをあの見ていきたいと思うんですが、外から異物が入ってくる、まあ、細菌などが入ってくる、まあ、ウイルスなんかも一緒、えー、になるんですが、そういう外から入ってきた異物のことを抗原と言います。英語でアンティゲンと言ってますね。愛がいらないアンアン、アンティゲンですね。アンティゲン。で、その、えー、抗原が、まず樹状細胞とか、まあああ、ごめんなさい、まずこっちですね。 えー、もうとにかく外から入ってきたものを手当たり次第に、えー、相手を見分、あのまあ、とにかく異物だったら、まあ、パクパクと、えー、食べていくという作用を高中級などがやってまして、これ、特に相手の特徴を見分けることなく、あのあのまあ、とにかく鈍色で攻撃しようとするものなので、自然免疫と言ってます。 さてこの自然免疫で防御できれば一番いいんですが、え自然免疫だけで太刀打ちができずに、どんどんと、まあ、体の中で増殖していくようなタイプに対しては、えー、獲得免疫というのがあるんですね、アクアイアードイムニティということですね。で、この、えーとあで、イムニティという免疫という言葉を説明しておきますと、これ、イムニティというのはあの義務ということです。ととといいううのは、えー、免れるということで、まあ 義務から免れるという方から発生して、病気から免れるということで、免疫という名前になっているんですね。さて、えっと、この自然免疫で太刀打ちが十分できなかったものに対しては、相手を目分けて攻撃する獲得免疫というのがあの、まあ、働きますで。獲得免疫の、まずその情報の、えーまあ、キャッチと提示は、この真ん中に書いてあるんですが、樹、まあ、状細胞などがこれをた、まあ、食べて、そして、 まあ食べただけで処理できればこあの、自然免疫でいけるんですが、そうじゃないときには、この情報の、例えばこの細菌の表面にこういう物質があるということを、えー、表面に提示します。抗原提示細胞と言います。で、それを、ヘルパー T 細胞という、えーまあ、T 細胞、あの、リンパ球というか、まあ、ヘルパー T 細胞という細胞が受け止めるんですね。で、そうすると、2つのやり方をするんですが、まず体液性免疫の方から説明しますと、えー、こういう異物が入ってきて、表面にこういう タンパクがあるという、まあ、タンパクとか物質があるということを B 細胞に伝えます。で、そうすると B 細胞、まあ、正確に言うと明日、えー、以降詳しく説明しますが、ちょうど今入ってきた異物と、えー、に適合するような抗体を作ることができる B 細胞を増殖させて、抗体との槍みたいなものを作るんですね。で、この抗体というのを体液の中に飛ばして、抗原と抗体がこうハガい締めのように結びつく形にして そしてあの、まあ、抗原を無力化していくというや,やり方がありますで。体液の中に抗体という、まあ、人側が作った槍のような道具で相手方を封じめるので、体液が舞台なので、えー、体液性免疫、ヒューマラルインイムニティと言っていますで。主に細菌に対しては、この体液性免疫が、えー、働くことが多いんですね、これが。ところが、ウイルスを ウイルスでも、まあ、この要素が働いているところがあるんですが、えー、実は、えー、とウイルスの場合には大きな問題があるんですね。というのは、ウイルス粒子さん、非常に小さいと。えー、で、その小さい上に細胞の中に潜り込んでしまうんですね。で、その時にはどうするかということで、まあ、ウイルスに対しては、 主にこっちが働いていくんですが、あのまあ、同じように情報を捕まえるまでは一緒なんですけど、今度はキラー T 細胞というものにその情報を伝えます。そうすると、こういうウイルス、こういう要素を持ったウイルスがあの、まあ、入ってきましたよというのを、えー、伝えるんですねで。そうすると、このウイルスに感染させられた細胞というのは、まあこう、中にウイルス侵入してしまうわけですけど、 その侵入された時に細胞表面にこういうウイルスに侵入されたと、でこのウイルスはこういうタンパクを持っているというのをこう細胞表面に出すんですね、あそうするとあこ、さっき提示されたあその、えー、物質と一緒だとえ、それではそれを攻撃しようということで、ウイルスを含んだ細胞ごとやっつけるということをします。でそうするとあの、ま、細胞ごとやってつけてしまうので、えー、細胞性免疫と言っています。 でまヘルパーキラー T 細胞という細胞が、その細胞ごとやっつけてしまうので、細胞生命域といっています。でそのウイルスの感染細胞に対して細胞を丸ごと攻撃するように、実はがん細胞、がん細胞というのは私たちの細胞なんだけれど、あの異物、私たちの細胞の中では、ちょっと正常な細胞、通常の細胞と違う増殖の仕方をして、まあいわば、その、 ま,まずいい動きをしているわけですね。そうすると、実はがん細胞もがん細胞独特のタンパクを表面に出します、そうすると私は癌になってしまったのでやっつけてくださいということになりまして、ウイルス感染細胞と同様に攻撃されてしまう、であと移植拒絶産のとは他人の臓器や細胞表面物質が違うので、それを見分けて攻撃するということがありまして。 こういうういい細胞生命液というのが働きますさて、この体液性免疫、細胞性免疫、共通の仕組みがあるんですけど、こうやって侵入された時の情報を最初に受け止めたヘルパー T 細胞、あるいは抗体を作り出した B 細胞、そして攻撃あのこっちの細胞性免疫で攻撃したキラー T 細胞とともに、一回侵入されると、 あ次の侵入に備えて、えー、免疫記憶細胞というのがメモリーセルというのができまして、2度目の侵入に対して速やかに大量に、えーまあ、対応できるように記憶細胞が残るんですね。いわゆるこれが免疫力がつくとか、1回、えーまあ、病気にあ,のある感染症にかかった場合に治癒すると、2回目にはかかりにくいというのがこの記憶細胞の力です。まあまあ、ちょっとこうウイルス最 こっちが細菌が思いに対して、こっちウイルス。さあ、まあ、これからの講座でやっていきますけど、えー、これは違いを強調したんであって、ウイルスにおいても、あのーえー、こっちの仕組みも働いておりますして、こっちの仕組みもありますので、まあ、そこら辺はまたおいおい言っていきたいと思います。さて、抗体はこの槍みたいな構造を正確に書くと、もう、 根元部が共通で先端部に VDJ 領域というのがあってこれが実は先端部のさまざまな多様性を作る仕組みになっていますそしてえっと先ほどチラリと言ったあのまあ1回かかると2度目はかかりにくいという話なんですけどこれが抗体に関してその原理を説明したものです1回目の抗原が入ってきたときにさっきの抗原抗体反応が働いてそしてだんだんとあの 対抗して治癒すするるまででに結構時間がかかるんですねだから、最小病あの疾病、あの感染症の発,発症をしてしまうと。しかし、治癒すると、免疫抑細胞が残りますので、2回目には、それに対抗する抗体を大量に作ることができる。大量に速やかに作ることができるので、速やかに大量に作ることで2、2度目の侵入に対しては有効に対応して、なかなか病気になりにくくなるということです。まあ、ワクチンというのはこれを利用したものということですね。 えはい。それでは、えっと、本日は総論ですので、えー、簡単にこれぐらいにしまして、はい。明日以降、えー、詳しく、この各過程のところですね、あの、自然免疫、体育性免疫、えー、免疫記憶、細胞性、えー、免疫ということを、えー、この各部分について、えー、詳しく説明していきたいと思います。本日はご清聴ありがとうございました。